そんなに背高くない。お。あ、でかい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 で。よっしゃー。嬉しいなぁ。これ腹もパンパンで。レッグアームのクロー。ディーパーでね、シャローからこう、5メーター、6メーターに落ち込んでいくところをね、何回も何回も入り直して、ガガガガガン。いわゆるこういう、椿本ボートのね、真ん前のまあ冬場の定番スポットですね。白鳥島のエリアの、こう、なだらかに、落ちていくブレイクラインを回遊する魚を狙っていたところね、いいサイズが食ってくれました。じゃあ引き続き頑張ります。でもああいう40のが多分スクールで同じぐらいのサイズで徒党組んでふわーってなんか越冬バスって感じじゃなかったんで、そうっすね。あれなんかベイトが水面ピチピチやってますもんね。あれベイトの群れっすよね多分。ずっともじってる。なんだろう。あそこの俺が投げたところ、あ、ちょっと今投げて沈んじゃったけど、ずっとピチ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 。水面直下へなんか小魚の群れみたいなのが。来るまでがちょっと腰重くなっちゃいますよね。もう俺今年1月期これ3回目ですからね、頑張ってるんですよ。バーッと戻って時田岬とかの周りでライトリグルかアラバマとか、ここで最後限界まで粘るかどうします。はい、ああ了解です。いやいや別に俺もう帰っていいんで。釣れば官軍ですよ。この前スーさん憎たらしかったな。簡単だったよね。貸し切りなのは完璧なの。スーさん釣れたのはあのスワンの向こうサイド10メートルぐらいのところ。タイミングで行こうかなと思うとなんか断続的にそう入られちゃってる。あ、はい、行っちゃいましょう。時間ないんで。行っちゃいますよ。あそこもなんだかんだちゃんとやると時間かかるんで。でも、ほんと風とか、昨日なんか爆風もいいとこでしたからね。日替わり。ここは12メーターぐらいまで落ちて、そこの桟橋の平行線上が10メーターぐらいなんですよ。ブレイキングダウンで好きな選手とかいるんですか？ブレイキングダウンでお気に入りの選手とか。誰が気に入ってるかな。勾配かな。勾配。え？醤油ぶっかけるやつ知らない。なんかあったような気がします。自衛隊みたいなやつが。ああ。醤油ぶっかけて自分の頭から自分も頭からバーッと醤油かぶったら目に入ってポワーッとなって痛い痛いみたいになって。醤油にき。醤油にき。こいつおかしいな。原さんは何にきなんですか。原さんは。七しにきで。小岩にき。嘘だ。嘘だ。前立腺2期じゃないですか。あの時怖かったっすね。原さんがん疑惑。マジか。
悲しすぎますか。ありますよ、夕まとめ効果。まとめ効果きた。夕まとめ、夕まとめフィッシュ、よいしょ。超羨ましいんだけど。越冬に聞きましたよ。越冬に来たね。はーい、レッグワームでね、越冬バス。これね、小さいけどね、しっかり食ってくれてますね。もうね、体が冷たいね。2匹目やりました。じゃあね、まあ、サイズ測んないですね。2匹目逃がしてあげたいと思います。やったぜ。おお、 9.6m。 そこの方にね、なんかちょいちょい映っておりますがね、こんな感じで映ってるところに投げ込んだら、イエーイ、ありがたいね。1月のバスね。じゃあ逃がしてあげたいと思います。はいはいはい、毎度おなじみ黒のレッグワームね。え、この前ね、スーさんここでピンクでも釣ったから、全然黒縛りじゃなくてもいいと思うんですけど、ほんと真冬はバイトが少ないから、自信のあるね、自分の中で自信のあるカラーをもう投げ切るっていうね。いや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 、釣れた釣れた。改めてね、この辺りだな。水温は10.8度まで上がっていて、こう下の方になんかちょっと立ち木があるのかな、なんかちょっとした引っかかりがあって、それに引っ掛けてチク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 やってたらね、当たりました。よいしょ。なんか中層にね、うおっけはバスの映り方じゃないけど、何かいますよっていう。あ、でもね、その下に、そのそばにも何か断続的に映るから、よいしょ、ぬふぅ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 でしたね。いい立ち木なりに絡んでたんだと思うんですけど、しんど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 、戻ります。原さん、嫌ですか。原さん大丈夫、時たまえで釣れます。もう一番夕まずめのいいタイミングなんで。残り10分です。桟橋に戻りますか、打ちますか。打ちます。打たしてみる。分かりました、打ちましょう。時田岬にラスト10分をかけて、お願いします。頑張ります。
ここ今6、7ぐらいです。できれば左ですね。左に10メーターぐらいに落ち込むブレイクがあるんで、これ左真正面、ね、左斜め後ろぐらいなんか。投げたとこ10で今7ぐらいの。いや、ここはもう説明できないです。そっちにズゴーンって落ちてて、うん、スタンプみたいなんだよね。スタンプはもうないです。もうないんだ。はい、スタンプは親父さんが取っちゃったんで、落ち、うん、まあどちらかというと地形変化に引っかかるっていうか、釣るっていう、だいぶですね、だいぶそのなんていうかです、大丈夫、釣れます。あと5分もあります。一生シェイクできますね。5時間はいる。また来ましょう。ありがとうございます。あーす。いやー、なんか悔しいですね。原田に釣ってもらいたかった。ちょっと原さんにはまだ早かったかな。ちょっとお疲れ様でした。はい、そう、いきなり大会に行くとこの厳しさ、なめていって、ビッグベイトでどうにかなんじゃねえとか言って死ぬなと思って一発練習入れて、でまあ案の定本番は死んだんですけど、3回目にしてようやくちょこちょこできるようになってきました。頑張りましょう。でも鉄は熱いうちに打てですよね。熱いうちに打った方がいいですよね。そうですね。どんぐらいツンツンすんのかって、やっぱ一匹目つんないとなかなか戻ってこないですよね。ツンツンしてんだよって。いやー、16時終了です。太陽が目にしみるぜ。